1月10日午後9時こんにちは、エギョです。今日の Vlog を始めます。今日の Vlog で紹介したいのは、僕がいつも持ち歩いている撮影用の機材を紹介したいと思います。いつも僕が持ち歩いている撮影機材はこちらのポーチです。こちらはアウトドアプロダクツというところのペンケース型ボストンポーチになります。こちらのポーチなんですけれども、結構大きさの割には中身はいろいろ入れることができて、かなり重宝しているポーチなんですけれども、外にショッピングしている時にたまたまこのポーチに出会いまして、あ、結構良さそうだなっていうのがまず1点で、このオレンジを選んだっていうのが、カバンの中で目立つ色がいいなと思っていたので、この派手な色を選びました。こちらのポーチなんですけれども、幅の方が 18.5cm ありまして、でこちらの高さの方が 8.5cm あります。で形がこちらサイドは丸くなってますので、まあ、要は立てると円柱型みたいなものですね。これがボストンポーチと呼ばれるゆえんです。とってもあって、少し持ち運ぶときこの取っ手も便利に使ってます。でこちらの中身を今日紹介したいと思います。まずこの中に入っているのはこちらですね。こちらはシャープ25で紹介したシュアの MV88 と呼ばれるライトニング端子を持ったマイクです。これをかなり今一番メインのマイクとして重宝してます。ただこちら使ってみて感じたのは、お休みモードとあとは機内モードを有効にしておかないと、たまにその外界の電波の影響、 iPhone の電話回線の電波の影響などによってノイズが入ることがあります。結構旅先で使っていた時にそういったノイズが入ってしまっていたので、ボツにしたシーンもいくつかあるんですけれども、やっぱり音質的にはすごくいいので、最近はしっかりとどんな収録をする時もお休みモードと機内モード、これを有効にして電波の影響を受けないようにと、あとは変な通知で CPU が持っていかれないようにというように気をつけて使ってます。で次いつも使っているのはこちらの商品、これですね。こちらの商品はショルダーポット S1 と呼ばれる商品です。これはどういうふうに使うものかっていうと、いつもは iPhone 7 Plus を使っているんですけども、暫定的に iPhone5S で説明します。こちらの iPhone の、まあ、カメラを使うとして、これをマウントさせることができます。 iPhone をこういうふうにマウントして、ここをしっかり締めればかなり固定されると、こういう感じですね。でこれでしっかりホールドして映像を撮ることができるというようなものに使ってます。でこれを使うときはだいたいこちらも使ってますので、こういう感じですね。いつもは iPhone 7 Plus なんですけれども、今説明のために 5S 使ってますが、こういうような形で撮影をしていると。で逆に自撮りモードにしたい場合はこちらを入れ替えてマイクをこっちに向けることで、これで自撮りができるって感じですね。これがショルダーポット S1 になります。で次に使っているのはこちらの商品、こちらの商品はマンフロットのミニ三脚になります。これ結構2014年ぐらいに買ったもので、いまだに愛用してるんですけれども、小型ながらしっかりとした形で三脚として使えますし、あとはこの部分が
この赤い部分を押すことで自由に、かなり自由度が高く置くことができます。これを使ってカメラを固定したりっていうのが使ってますね。でもこちらカメラなんてあんまり持ち運ばなくて、今 iPhone だけで運用しているので、何につけてるかっていうと、先ほどのショルダーポット S1、 こちらの下の部分が、まあ、これ金属っぽい重りでできているんですけれども、実は外れます。で、外すとこちらに三脚用のネジ穴が現れます。これを先ほどのマンフロットのミニ三脚、こちらを使ってスルスルスルっと、はい、これでもう固定できてやることができます。これを、この三脚があることで iPhone でのタイムラプスの動画を撮ったりするのがすごく楽になります。あとは先ほどの重りでもいいんですけれども、この三脚をつけっぱなしで撮ることでも、まあ、下に重心が来ますので安定して撮ることができるようになります。これがマンフロットのミニ三脚でした。で、最後にこちらの中に入っているのがこちら、 iPhone 用の広角レンズです。まあ、いくつか広角レンズあると思うんですけれども、この広角レンズを何に使っているかっていうと、インカメラ用に使ってます。まあ、例えばこちらのものだとすると、こういう感じでインカメラにつけております。そうすることによって画角が広くなるので、まあ、自撮りがしやすくなるかなと思って使ってます。あとはタイムラプスの時もこの広角レンズを使うことで、タイムラプスが面白いものになってるかなと思ってます。例えば今 iPhone 7 Plus のインカメラで撮ってますので、こちらの方にこの広角レンズをつけると、これぐらいの画角の広さになります。結構今まで撮れてなかった範囲もいろいろ映るので、まあ、その場の雰囲気を出したいときはすごくいいんじゃないかなと思います。で、ただこのレンズつけていると、まあ、見ての通り周辺、やっぱり拡大した部分というのがある程度ぼやけて映ります。まあ、そこは味と見るかどうかだとは思うんですけれども、まあ、そういった使い方もこのレンズによって表現の幅が広がるっていうのが一つあります。はい、最大つけるとこういう形になります。これで自撮りがしやすくなるという、まあ、こういうのを、まあ、たまに使ってやってます。さらにこのショルダーポット S1 のマウント部分、こちらの新しい活用方法を見つけました。こちらのマウントを今 Mac の方でつけているんですけれども、ここにも三脚穴をつけて、三脚ネジがここにもあります。これにショルダーポット S1 を取り付けます。で、 iPhone を iPhone5S、 こちらをつけます。で、さらに MV88、 これを取り付けます。そうすると簡単に簡易マイクの収録環境ができるですね。で、昨日の動画もこのマイク環境で収録してました。こういう使い方もできるので、ショルダーポットかなりいいと思います。で、こちらのショルダーポットなんですけれども、まあ、先ほどもお見せした下の重りの部分、これがあることによって iPhone をマウントしているときに安定感が増すんですけれども、こちら三脚につけるとき、まあ、いつもこれを外さなきゃいけないんですね。これがかなり毎回毎回煩わしい感じがするんですけれども、実はこちらのショルダーポット S1 の後継機種がもうすでに出てまして、それがショルダーポット S2 というものになります。
そちらの方はこの取っ手の部分が長くなってまして、下の方に最初から三脚穴があります。なのでわざわざこの取っ手部分を外さなくても、こうやって三脚をさらにつけることができるっていうのがすでに出てますので、ちょっと今欲しいなと思ってるところです。今日はこちらのいつも持ち歩いている撮影用の機材をまとめたポーチを紹介しました。この動画面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、エギョでした。ではでは。